赤蛇に無限大新曲クリスタルが36発売、錦戸明主演ドラマの主題歌に。人気グループ赤蛇に無限大の新曲クリスタルが3月6日に発売されることが4日分かった。錦戸明の主演ドラマトレース波ダッシュ仮想研の男波ダッシュフジテレビ系1月7日スタート、毎週月曜のち9時0分の主題歌となる。赤蛇に無限大の新曲クリスタルが3月6日に発売されることが4日分かった。錦戸明の主演ドラマトレース波ダッシュ仮想研の男波ダッシュフジテレビ系1月7日スタート、毎週月曜のち9時0分の主題歌となる。2019年の第一玉シングルクリスタルはドライブ感あふれるデジタルロックサウンドに仕上がっており、グループとして進化を続ける新機軸的な楽曲となっている。初回限定版にはミュージックビデオ&メイキング映像に加え、前作ここにで好評だったソロアングルを収録した DVD が梱包される。ここにて好評だったソロアングルを収録した DVD が梱包される。今作の舞台は数々のドラマでも登場してきた科学捜査研究所科捜研。現場に残された痕跡イコールトレースはどんな真実のかけらを示すのか。そこから導き出される鑑定結果とは。錦戸演じる主人公科捜研法医研究員間野礼二が、鑑定結果こそが真実を信念に、新人法医研究員沢口のんな、荒木優子、ベテラン刑事小雁良平、船越英一郎の異色コンビと事件解決に奔走する。荒木優子、ベテラン刑事、小雁良平、船越英一郎の異色コンビと事件解決に奔走する。